見て、あった、緑茶発見しました。発見。まあでもね、俺はね、もう知ってんだよ、この味が何か。もちろん、日本人だから。違うんだよ。違う？何味でしょう。あ、緑茶の味。これはね、もう絶対に甘い。まあ多分ね、緑茶で苦いのは日本だって。で、俺昔さ、昔超疲れて、やっとこれ緑茶店だと思って海外で飲んだらめっちゃ甘くて、全然ね、みんなが想像してる味じゃない。これから想像できる味じゃないんだよ。じゃあ日本の味か海外の味か。これもう緑茶って言ったらもう日本人が想像できる味ってことはそれしかないじゃん。もうね、疲れてる時に緑茶だと思って騙されて飲んじゃダメ。飲んじゃダメ、めっちゃ甘い。リプトンのレモンティーよりもさらに甘い。あ、共感できるって人もいれば、これから海外に行ってマジだったって思う人もいると思います。ってことでためになったり、って思う人いたらチャンネル登録と高評価お願いします。その喉乾いたら見つかった方がいいよね。いい。 OK、 チャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。Adiós amigos.